平野紫仕様のキレキレ無双ダンスにファン感激。人牛自由多の意外なコメントも話題沸騰こんにちは、読者の皆様。今回は、元、キング、リンチェプリンス、平野仕様さんが送る驚きと感動に満ちたダンスパフォーマンスについてご紹介いたします。マックス。彼のダンスの魔法に心を奪われること間違いなしです。早速、その興奮を、共に味わってみましょう。 時折、一つの瞬間が、人々の心を魅了し、記憶に永遠に刻まれます。その瞬間が訪れたのは、2023年8月27日、元、キング、リンチェプリンス、メンバーである平野志陽さんが久々に自身のインスタグラムを更新し、驚愕のダンス動画を公開しましたた。その瞬間は、 ファンたちの心をわしづかみにし、多くの感動と興奮を巻き起こしました。他の力というメッセージと、共に広々としたスタジオで一人だけが踊る姿が映し出されます。ラフな服装に身を包み、オーバーサイズのスウェット上下にキャップをこうむった平野志耀さん。しかし、その姿とは対照的なほど、彼のダンスはキレキレで、まるで別次元の存在のようでした。 魅惑的なリズムに身を委ねながら、彼の足取りはまさに芸術であり、魂の踊りでした。このダンスパフォーマンスは、平野紫洋さんが、キング、リンチェプリンス、脱退してから初めてのものであり、それだけにファンたちにとっては待望の瞬間でしたた。数々の感慨深いコメントが投稿され、ファン同士がその感動を共有し合いました。 コメント欄には、久しぶりに仕様君の無双ダンス見られて幸せ、別次元のダンス、ダンスの申し子、涙が出るほど感動した、中毒性があって何度も見に行きたくなる、惚れ直すわ、息を忘れるほど素晴らしいといった声が溢れていました。彼のダンスパフォーマンスは、言葉では表現しきれない感情を呼び覚まし、一体感のあるコミュニティを築いていることが伺えます。 さらに、驚きの展開が待っていました。この投稿に、元、キング、リンチェプリンス、神宮寺ユータさんが俺、撮るの上手じゃないってというコメントを寄せました。その真意は、なんとこのダンス動画の撮影者が神宮寺ユータさんであることを示していたのです。ファンたちは驚きつつも、微笑みながら、その事実を受け入れ、神宮寺さんの多彩さに改めて敬意を示しました。 神宮寺さんのコメントに対しても、ファンからは、しんく君んありがとう。さすが神君。上手すぎる。一流のカメラマンだね。神宮寺さんの撮る写真は、特別な空気感があって、幸せ。最後の表情、神君だからこそ撮れた貴重な瞬間、といった感謝と賞賛の声が溢れました。神宮寺さんと平野志耀さんの絆が、 このダンス動画を通じてさらに深まった瞬間でした。結論。平野志耀さんの驚きと感動に満ちたダンスパフォーマンスはファンたちにとって待望の瞬間であり、多くの感動と興奮を巻き起こしました。彼のキレキレなダンスはまさに別次元のものであり、言葉に表しきれない感情を呼び覚ましました。また、人流児ゆうさんの意外なコメントが、 ファンたちに新たな驚きと喜びをもたらしました。彼らの絆と才能が交錯する瞬間はファンにとって宝物となったことでしょう。これからも平野志耀さんと神宮寺勇太さんの活動に注目が集まりそうです。その先に待つ新たな感動と驚きに期待が高まるばかりです。挨拶いかがでしたでしょうか 平野志耀さんのダンスパフォーマンスと神宮寺ゆうたさんの意外なコメントがもたらす感動の瞬間についてお伝えしました。これからも彼らの活動に注目し、素晴らしい瞬間を共有しましょう。それでは次回の記事でもお会いしましょう。